清和村、清和村は、熊本県上増汽郡の東端にあった村。2005年2月11日に、いわゆる平成の大合併により、西隣の上増汽郡安倍町及び東隣の阿蘇郡蘇陽町の二町と合併して、大和町とな、消滅した。熊本県下では、波の村と並び、村ではなく、村と読む数少ない村であった。ただし、交互では、 清和村と呼ぶ人もいたり、両方を使い分ける人もいた。九州のほぼ中央部に位置している、九州のへそで、町おこし、観光客誘致を行っていた旧祖幼町が、東隣に存在する。南北に細長い村で、ピーナッツに似た形をしていた。国道が走る、中央部の大川が、中心地で、役場、現在の大和町役場清和総合支所も置かれていた。 北の朝日地区と南の小峰、緑川地区とでは、地形が異なる。北は、阿蘇の外輪山で起伏が緩やかな高原地帯。中央部はやや平坦だが北部と似たような起伏があり、南は、九州山地の険しく谷が深い地形となっている。南部の県境、宮崎県側に、九州最南端のスキー場である、五ヶ瀬ハイランドスキー場。交通手段は、宮崎県側からがあり、 冬は積雪がある。見晴らしの良い高原が広がり、避暑地に適していたが、交通の便が悪いせいもあってか別装置の開発は行われていない。朝日地区には過去にゴルフ場開発の計画があったが、後にどんざん。旭地区の高原、標高600から800メートル程度から南側に広がる雄大な九州山地を見ることができる。 峰峰の標高は2000メートルに届かないが、雨上がり後の姿は特に圧巻、壮観である。山は高く谷は険しく深い。そこから発する水は清流となり、岩などの魚が住む。九州ハイランドという観光用の名称も最近使われ始めている。雨水や川の浸食作用で、有字型の谷が細かく形成され、起伏に飛んでいる。 第一条の高原である、イムタ高原は、その名の通り推理、保水性が悪く、畑作が多い。外林山の頂部付近、標高が高い場所には、放牧地や植林された森があり、人家がなく、行き止まりが多いが、阿蘇の南里や清水寺に抜ける峠道がある、裏道。近隣2 0トル圏内に、人口5万人以上の都市はない。 熊本市及びそれに通じる上馬式郡群内の主要地区で医療を受けたり、買い物をする人が多い。熊本市とほぼ同距離、時間的にはややかかるに、宮崎県延岡市があるが、県が違うということもあり、往来は少ない。ただし、戦中、戦後の物資難の際には、塩を手に入れるため遠く離れた延岡まで馬を引き連れて歩いて通ったそうである。 西南戦争、西南の役では、負けた薩摩軍が当地を通り日向、今の宮崎県へ逃げ延びたという逸話が残されている。明治10年、1877年4月21日に、薩摩軍は、矢部浜町で軍議を行っている。緑豊かで、自然環境は良く、夏は、九州の中でも、非常に過ごしやすい。降水量も、多く、雲も出やすい。 山間部特有の気候。標高600メートルほどにあることから、気温は低めである。冬は12月下旬頃から降雪があり、積雪でチェーンやスタッドレスタイヤが必要となる、標高より積雪量や融雪に差がある。積雪がない冬晴れの深夜と早朝は、放射冷却現象により冷え込み、急激な冷え込みで、外気に露出した水道管の破裂なども起きる。 農薬による影響で減ったが、ホタルは普通に見られる。自然に囲まれ、蝶やガなどをはじめ、たくさんの昆虫を見つけることができる。竹林などには、たくさんの蚊もいるので、夏場には、防虫スプレーや、カットリ専攻が必要なくらいである。紅葉樹、クヌギが多く、夏場には、カブトムシなどを見つけることができる。 水田の農薬散布により一時期は減ったが、カエルやタニシなどの水生生物をよく見かける。大型のカエルはめったに見かけることがないが、夏場はカエルの声が響く。今は出現しなくなったが、一時期日本ルが阿蘇の方から越境して農作物に被害を与えた。イノシシは今も見かけ、集落終焉部で頻繁に農作物を荒らし回っており、農家は 電気柵などで防御している。有害鳥獣の駆除も行われている。近くに人口の多い都市がないことから人口口の影響が少なく高原地帯で見通しが良いことから天体観測に向いている。望遠鏡で見ると多くの星が観察でき肉眼で見える数も多い。北部のイムタ、朝日地区には小規模ながら宿泊施設を備えて設備が整った。 西和高原天問題がある。2002年6月、上増式群西和村議会、当時は定例会本会議で適切な照明で天体観測に適した星空の保全と小資源を目指す条例案を可決した。条文は新たに照明を設置する場合は上空に光が漏れないような設備をし、事前に概要を届け出るよう義務付けている。 村内の生和高原点問題、年間約1万2000人が訪れるにおいて、街頭などの影響で低空の観測に支障が出ないように公害の拡大に歯止めをかける狙いがある。3000人前後で推移しているが、高齢化、少子化が急速に進んでおり、村内で3000人を切るのは時間の問題である。従来より過疎地域として指定されていたが、全国で話題になりつつある。 限界集落も、当地では、大きな問題である。当地には、開拓と呼ばれる、集団新規農業就労事業による集落がいくつか、ある。主な開拓団の集落として、大谷阿蘇外林山の標高が高い地域などがある。農業の不思議や自然環境、生活の厳しさもあり、離農者が多く、集落の維持も厳しい状態になっている。農業が、 主な産業である。近隣の都市部と物理的に離れており、産業も農業、林業以外育たなかった。鉄道や高速道路が通っていないこともあり、工場誘致もあまり行われていない。経済的にも文化的にも豊かでなく、情報も閉ざされがちである。高原の気候風土を生かしたトマトやキャベツなどの野菜栽培が盛んであるが、 開けた高地が少ないため上規模である。高齢化や後継ぎ難により、近年は離農や工作放棄も目立ち、規模拡大を行っている農家へ畑の貸し付けなども行われている。ただし、定額での貸し付け、JA の合併、整理統合により、サービス拠点も減らされている。椎茸の原木栽培、栗の栽培なども気候に合うためか行われている。 タバコ栽培や養蚕なども行われていた。南部の緑川地区や阿蘇の外林山周辺、北側で林業が行われてきたが、国産材の価格低下により、衰退気味になっている。国有林もある。阿蘇地方で盛んな赤牛の育成牛生産が、各農家で主に小規模に行われてきたが、海外からの牛肉輸入自由化で採算が悪化し、 生産を取りやめる農家が続出。現在は牛を飼っている農家は少ない。専業も多くはない。養鶏はイムタ地区に手数件が行っている。国道が走る大川の北地区に小規模な商店街が形成されている。現在では国道沿いに JA が経営するスーパーがある。以前は個人経営のスーパーも近くにあったが閉店した。 一軒のタクシー会社も存在する。この商業地区の少し来た、清和中学校との間に、役場、現在の支所があった。清和文楽という人形芝居、浄瑠璃が、大川の清和文楽館という専用劇場で演じられている。大川周辺の集落で演じられていたものを、旧清和村が観光の目玉として育成してきたもので、ある。1992年より、 文楽館をはじめとした、熊本アートポリス参加プロジェクトの建物が順次、整備され、農産加工物、土産物を扱う物産館と道の駅を併設した、モダンな複合施設となっている。高校卒業後に、若者が流出し、少子化の影響もあり、若年層の人口が減少している。町村合併や、行政の予算削減、効率化などにより、平成以降、 廃校が相次いだ。廃校された地域に住む子供は、スクールバスによって、遠隔地の学校まで通うことになった。村内には、鉄道は通っていない。かつて遊園鉄道、遊園鉄道、後の熊本バスが、熊本市から宮崎県の高地方、延岡市方面に向けて、鉄道事業を開始し、鉄道を、旧友地町より近くの浜町まで付設する計画も、 あっったた。が、途中かから、らバス路線にに転換し、実現には至なかった最寄りの鉄道駅は北側の阿蘇外林山の峠を越えて南郷谷にある南阿蘇鉄道の阿蘇白川駅か三原市大駅名水で知られる白川水源高森湧水トンネルである駅からバスなどの接続はなくバス乗り継ぎを考えれば高森駅が便利である村内には 空港はない。最寄り空港は、熊本空港。空港から、矢部方面の直通バスはない。熊本市より、矢部、高千方、延岡に至る高速道路が計画されている。現在のところ、最寄りのインターチェンジは、九州自動車道三船インターチェンジ、北九州市、福岡市側及び、九州自動車道松インターチェンジ、鹿児島市側である。バスが、 村内で唯一の公共交通手段である。民営の熊本バス、旧遊園鉄道がいくつかの路線バスを運行していたが、近年、乗降客の減少により、大幅な路線縮小、廃止が行われた、町が代替バス運行。浜町から主要都市、熊本市への直通便も減少。中の施錯湖で乗り継ぎすることになり、時間もかかる上、不便になった、余計に、 バス利用が減る原因にもなっている。そのような不便な地であるが、福岡市から延岡市へ至る高速バスが国道を走っており、村内に停留所はないものの大和町の中心部、浜町にバス停がある。遠距離のバスながら比較的安く利用でき、熊本市で福岡行高速バスに乗り換えるより安い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。